今日はトレーニングメニューについてのお話ということで、前回の、胸の、トレーニングのメニューに続き、それ以外の部位の、メニューについてのお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。前回のお話で、僕がトレーニングを体を5つのパーツに分けてトレーニングをしているということを話しました。それでまず胸のトレーニングのメニューについてのお話をしたんですが、そこで前回お話が終わってました。で、僕はですね、胸の次のトレーニングは背中を行っているんですけども、ということで、背中のトレーニングのメニューについてお話をしたいと思います。僕はですね、背中のトレーニングは、大体4種目を行うようにしているんですけども、胸の時は3種目か4種目と言いましたが、背中は大体4種目行っています。で、その理由はですね、やはり胸よりも、たくさんの筋肉が、あるというのが理由なんですけども、胸に比べて、やはり背中の筋肉というのは、鍛える筋肉が多い、面積が広いということで、一応4種類ぐらい大体種目を行うようにしています。で、胸の時はコンパウンド系の種目を2種目に、アイソレーション系の種目を1種目か2種目というふうに、説明したんですけども、背中の場合もですね、大体コンパウンド系の種目を2種目に、アイソレーション系の種目を2種目というのを大体基本にメニューを作っています。で、背中の場合のですね、コンパウンド系の種目というのはですね、僕なりの解釈でなんですけども、デッドリフト、ベントオーバーローイング、ワンハンドローイング、あとは、ティーバーローイング、このぐらいですかね。この4つの種目を、僕は背中のコンパウンド系の種目というふうに思っています。で、それ以外の、ラットマシーンを使ったプルダウンだったり、マシーンを使った、座ってやるローリング系のマシーンだったり、ロープウリンだったり、ケーブルを使った、背中を使うマシーンの背中の種目、ケーブルを使った背中の種目であったり、そうですねプルオーバーとか、そのあたりは、アイソレーション系の種目というふうに理解しています。で、チンニングはですね、僕の中ではどっち、アイソレーション系でも、コンパウンド系でもどっちでも取れる、ようなイメージではあるんですけども、コンパウンド系の種目として捉えてメニューに入れたり、アイソレーション系の種目というイメージでメニューに入れたりという感じで、チンニングに関しては、どっちつかずといった感じで捉えています。で、今言ったコンパウンド系の種目とアイソレーション系の種目の中から大体2つずつを選択してメニューを作っています。で、背中のトレーニングなんですけども、大体種目によって、背中というのはこう引く動作ですね。引く動作で肩甲骨を寄せるというのが、一般的な基本的な動きになるんですけども、それをですね、こう前から引くのか、あるいはこう上から引くのかで、下から引くのかっていう感じで大きく分けて、3種類の、引き方があります。ですので例えば胸の時のインクライン、デクライン、フラットといった分け方のように、上から下から前から引くという動作を、織り交ぜて僕はメニューを作るようにしています。
で、まあ、例えば例を挙げるとすると、1種目目に、根本だけの種目でデッドリフトを行って、で2種目目に、また、根本だけの種目でベントオーバーローイングをやったとします。2つとも下から引っ張る動作をしていますので、次は、3種目目の種目は、アイソレーション系の種目ということで、ラットマシンの例えばフロントをですね、前に引っ張るラットマシンで今度は上から引っ張る、そして最後に4種目目に、例えばシートットで行うマシンのローイング系の種目を前から引っ張って、でそれで終了といった感じになります。で例えば、1種目目にベントボローイングを持ってきて、2種目目にチンニングを持ってきて、それで3種目目に、そうですね、あのマシンのシーテッドのローイングをやって、最後に、ラップマシンでバックのクールダウンを引いて終わるといった感じに、チンニングをコンパウンド系の種目として対応する場合もあります。まあ、ただ共通するのは、だいたい上から引くことと、前から引くことと下から引くことをだいたい、どの背中のトレーニングの時も、まあ、入れるようにというのを心がけてメニューを作っています。背中の、トレーニングの、時間なんですけども、これもだいたい僕は胸の時と同じように40分から50分ぐらいで、終わるようにしています。胸よりもですね、背中の方が、ちょっとインターバルは短めでやるように心がけてるんですけども、背中の方が割と疲労が残っていても引けるような感じがするので、胸は効いてしまうと上がらなくなっちゃってどうしようもなくなってしまうんですけども、背中の方が、粘れる感じがしますので。僕は背中のトレーニングというのは、胸に比べてインターバルというのは短めに、行うようにしています。いやただですね、デッドリフトであったり、そうですね、ワンハンドローイングぐらいですかね、そのあたりは結構、息が上がる種目ではありますので、まあ、その2つに関してはある程度インターバルというのは取るようにしています。で、回数設定なんですけども、背中の種目はですね、胸に比べて回数というのはちょっと多めに、行うようにしています。例えば胸のトレーニングの時ベンチプレスとかは、4回から7回ぐらいで限界が来る重さを選ぶというふうに言ったんですけども、例えばベントオーバーローイングとかワンハンドローイングなどコンパウンド系の種目を行う時でもですね、大体、まあ、少なくても6回ぐらい、6回から10回は必ずできる重さで行うようにしています。それよりも重たいとですね、やはりあのフォームが、キープするのがなかなか難しいものですから、まあ、背中の場合は、むちゃくちゃ重たい重さというのはあまり使わないようにしていて、ある程度チーティングを使ったとしても、自分の中でコントロールしきれる重量というのを使うように意識しています。ただデッドリフトに関しては、たまに3回ぐらいしか上がらない重量だったり、そういう重たい重量を扱うことはあるんですが、それ以外のデッドリフト以外の種目というのは、必ず少なくても6回。大体6回から10回、8回から10回ぐらいで、は上げれる、そのぐらいの回数は上げれる重さというのを扱うようにしています。でこれもですね、セット数は大体3セットずつで、胸の種目の時と一緒で、1種目目の、種目に関してはウォーミングアップをしっかり出て、トップ重量までに何セットかウォーミングアップを繰り返すんですけども、2種目目からはある程度スタートからトップ重量を持っていって3セットずつ行うようにしています。
基本的にはコンパウンド系の種目から始まって、アイソレーション系の種目で締めるというのが、まあ、一般的なパターンなんですけども、まあ、胸の時と同じように、まあ、腰の調子であったりとか、肩の調子によって、アイソレーション系の種目から先にやって、コンパウンド系の種目を最後にやるというふうに、行う時もあります。例えば、ラットマシーンで、ある程度背中を温めてから、シーテッドのマシンのローイングをある程度重たい重量でやってで、ティーバーローイングやデッドリフトを、まあ、そこそこ重たい重量で、最後に持ってくるといった、メニューの組み方をするときもあります、まあ、それはでも、まあ、珍しいパターンで、基本的には、コンパウンド系の種目をある程度重たい重量で追い込んで最後にアイソレーション系の種目で背中を張らせるといったパターンで行うことが多いです。で、背中の次はですね、肩のトレーニングになるんですけども、肩はですね、三角筋と僧帽筋をセットで僕は行うようにしています。僧帽筋はですね、背中のトレーニングでも使いますし肩のトレーニングでも使いますので、これはどちらに入れるかっていうのは自分の好みで、合わせていただければいいかなと思うんですけども、僕の場合は、背中の時は僧帽筋をメインに鍛えるトレーニングというのは、行わなくて、それはあの肩と一緒に、三角筋ですね、三角筋の、トレーニングと一緒に僧帽筋も鍛えるようにしています。で、これもですね、肩の種目も一応コンパウンド系の種目とアイソレーション系の種目を、組み合わせて行うんですけども、肩はですね、大体、三角筋を3種目、そして僧帽筋を1種目といった感じのメニューにしています。僧帽筋の種目はもうシュラックですね。大体これで、これだけしか行わないんですけども、大体回数はですね、10回から15回こういう動きバーベルを使うことが多いんですけども、それをそうですね、大体本番セットを3セット、ウォーミングアップを大体4セットぐらい行って、本番セットを3セット、まあ、2セットから3セット行うようにしています。ただ背中の時に例えばデッドリフトをある程度重たい重量やると、僧帽筋もたまに筋肉痛になることがあるんですけども、そういう時は僧帽筋のトレーニングというのは、抜かすことがあります。で、三角筋のトレーニングなんですけども、三角筋のコンパウンド系の種目というと、まあ、ショルダープレスになるんですけども、バーベルを使ったフリーウェイトのショルダープレスか、スミスマシンを使った、ショルダープレスか、ダンベルを使った、ショルダープレス、あとマシンを使ったショルダープレス、この4つのうち、どれか1つを行うようにしています。で、アイソレーション系の種目を、あと2つやるんですけども、それは、サイドレイズ、フロントレイズ、リアレイズ、そして、あとは、アップライトローイングですね。このあたりの中から2つ選んで行うようにしています。2つですけども、だいたいリアレイズは毎回入れるようにしてますので、それ以外をフロントレイズにするのか、サイドレイズにするのか、か、まあ、アップライトローイングにするのか、といった感じにしています。この辺も例えば前回はサイドレイズやったから今日はフロントレイズをやろうとか、そういった感じでバリエーションを持たせるようにしてるんですけども、リアレイズなんですけども、まあ、これもこの肩の後ろ側ですね、こうマシンを使って後ろに、後ろの三角筋を鍛えたり、あるいはダンベルを持ってちょっと前傾してこうリアレイズを行ったりするんですけども、これもですね、背中の筋肉
の、背中のトレーニングの時に、ある程度リアレイズというのは、使うことがあって、まあ、ここもあの背中のトレーニングで筋肉痛になっている場合もあるんですけども、まあ、リアレイズに関しては、肩の後ろとそれ以外に僧帽筋の、真ん中のターゲットに行いますので、まあ、これはある程度筋肉痛が残っていても、肩の時に入れるようにしています。で回数がですね、これも背中の種目と同じように、そうですね、大体、サイドレイズに、アイソレーション系の種目に関しては大体10回から15回できる重量で行っています。これもあんまり重たい重量を扱うと、サイドレイズなんか特にそうなんですけど、上がらなくなっちゃいます。三角筋でコントロールして上げることができなくなってしまいますので、4回とか5回とかそういう極端に少ない重量は使わずに、だいたい8回から15回の範囲内で自分のコントロールできる範囲の重量で、チーティングはある程度使いますけども行うようにしています。ショルダープレスに関してはこれはある程度重たい重量は使うようにしていて、ショルダープレスに関しては胸のトレーニングと同じような感じで、4回から大体7回ぐらいできる重量というのを選択して行っています。もちろん日によっては10回ぐらいできる重量を扱うこともありますし、その辺は体調を見てとか肩の調子を見て、上げれるようでしたら重たい重量を、自分なりの重たい重量というのを持つようにしています。といった感じで、背中と肩の、トレーニングのメニューについてお話をさせていただきましたが、またこれで、ある程度時間が経ってしまったので、今日はこれで、終わりたいと思います。あと、腕と足のトレーニングが残っているんですけども、またそのメニューについては次回、また解説させていただきたいと思います。ありがとうございました。